予選道中は1号艇の前澤、そして4号艇の稲田といったところはポイントは全く並んだんですが、タイム差で前澤選手が予選1位、そしてそのままポールポジションをゲットという形になっています。124が1番人気 9.4 倍です。日曜開催に最終日を迎えました5日間シリーズは第11回のマンスリーボートレース祭、いよいよファイナル優勝戦第12レースの開始を迎えています。ピット離れ大きな差はありませんでした。現在は下りとなっています。対戦の6勢は1号艇東京前澤武史、2号艇徳島の沖津愛、3号艇東京2人目佐久間明、4号艇兵庫稲田浩二、5号艇が福岡今井隆、そして6号艇が滋賀の深井俊久、以上6メンバーの対戦。オール A1 級初日の気流ドリーム戦、6人のうち5人が顔合わせている実力通りのファイナル優勝戦という形になっています。陰線には1号艇の前澤です。ここは人気の中心に押されています。2コース2号艇の木津は終盤に来て整備の連続、ここもリング2つを変えての参戦です。3コースにはここ1番、さすがのまくり出しを見せたのが昨日の第9レース、稼働受けの位置でありまして、4コースに4号艇の稲田、序盤は4連勝シリーズを引っ張りました。センタープール尼崎兵庫の記念レーサー、5コースから5号艇の今井隆、こちらも回り足は上々、サイアウト6号艇の深井俊久、枠なりの3対3優勝戦第12競争、体型インコースから1番2番3番4番5番6番の体型でスタートいたしました。4コースから4号艇など早くも飛び出して、さあまくっていこうかという体勢も1号艇2号艇伸び返していく、1号艇落として回りました、内側のから4号艇が差していく、さらには2号艇最内のから5号艇切り込んでバックストレッチ、ここは陰線速攻を決めて1号艇の前澤武史リード、早くも3停身半ぐらい、2番で追走は4号艇の稲田、それを1停身され外3号艇の佐久間、内をついた5号艇の今が接近、後方2番6番向こう上面から2マークの旋回、スタート前提正常です。早くも独走体制、1号艇の前澤レースの焦点完全に2番手争いになりました。外の方から握っていったのは4号艇の稲田浩二、そして内をついては3号艇の佐久間、143の体勢、レースはこれから2周目と入っていきます。ぶっちぎりは1号艇の前澤、2番手追走4号艇稲田ですが、内をついて佐久間は1停身差、その後ですが2停身差で2号艇の沖津と、それから5号艇の今井が接近、後方6号艇の深井俊久です。今度は1号艇、そして3号艇を生かせまして差しのハンドル4号艇の稲田浩二、1番3番4番か1番4番3番の体勢か2番手争いに並んでいきます。3号艇が外、内側のから4号艇稲田並んでくるか、現在へさきかかってまいりまして、その後は3停身反応され5号艇の今井、現在4番手、上位の体勢は143か134の体勢が1号艇が回ります。そして4号艇先前体勢、3号艇もう一度差し返すダニタンマーク、しかしここで逆に2番手を取り戻した4号艇の稲田浩二、上位の体勢は143の体勢となって、レースの方はこれから最終周回です。独走体制固めて1号艇の前澤武史、2番手追走4号艇の稲田、そして3番手に3号艇の佐久間、後方は5号艇の今井と2号艇の木津、やり合う形になって最後方6号艇の深井という展開です。143の体制固まって向こう上面、2連単のこの14の組み合わせ 4.3 倍、3連単143の組み合わせ 17.7 倍を示しています。後方向かっては5番2番最後方6番という体制、ラスタンマーク旋回体制、1号艇の前澤武史です。これで通算の優勝回数は7回目ということになります。そして2番手追走4号艇の稲田浩二、3番手3号艇の佐久間、優勝戦の第12レース最後の直線コースからゴールです。今1着で1号艇前澤優勝の号輪、2着に4号艇稲田号輪、3着3号艇佐久間号輪、後方ですが5番2番6番号輪です。